中華思想は中華が天下の中心であり、その文化、思想が神聖なものであると自負する思想。漢民族が古くから持っていた自民族中心主義である。自国の美少として夏、花夏、中国を用い、王朝の庇護下に内科外の異民族を文化程度の低い遺敵であるとして癒しむ。このため、海思想の同義語として扱われる場合もあるが、 より万引排斥に重点を置いた語として、海思想を用いる場合もある。中華思想は、主として、日本学会の用語であり、中国語では、海秩序、また、中国中心主義と呼ばれる。エスノセントリズムとしての中華思想は、漢民族を中心としたものであり、中国の皇帝を、世界の中心とみなし、天下を代表する、天使と称す。 この皇帝が統治する朝廷の文化と思想が世界で最高の価値を持つとみなされる。そのため、異民族や外国の侵入に対しては、熾烈な排外主義思想として表面化することがある。中国の歴史においては、はじめは北の遊牧文化に対し、漢民族の農耕文化が優越であることを意味した。春秋戦国時代以後は、司教や反彦 呂氏春秋などの古典にある、普天の科爆費用土卒土の浜名、費用神天下のものすべて、帝王の領土でないものはなく、国の果てまで、帝王の家来でないものはいないという言葉にあるように、霊教文化の王道政治に基づいて、天主を頂点とする、国家体制を最上とし、その徳が及んでいない状態であれば、エビスと称される。エビスは、道から外れた近中に等しいものとして、 遠い、成獣、南蛮、北敵などと呼んだ。このエビスの基準は、固定的なものではなく、天使の徳や霊が及び文化の発展と共に移動する変動的な概念である。中華とは、花の中であり、文明圏を意味する儒教的価値観から発展した、先民思想であり、その時期のことである。自らを花と微笑するにあたって、対比となるエビスが、 花の外に必要となり、すべての非中華が彼らの思想的にエビスとされた。芝良太郎は著書、この国の形の中で、花が文明である限りは、野蛮が存在せねばならない。具体的に、地理的に言えば、花は周りを野蛮国で囲まれてこそ花であるとする。そして、中国人が、世界を花とエビスという二次元的風景で捉えてきたのは、紀元前からだが、特に、 武帝の儒教国教系以降、思想として体質化されたと述べる。このため、花にとっては、周辺の国々とは対等な関係がなく、従って外交が成立せず、19世紀のある時期まで長江関係のみが存在したことや、中国王朝が一文字表記であるのに対し、周辺の国々は強度、戦費、塔子、カラスマのような二字以上の表記であること、さらに虫はや、 差別的な意味の文字を当てて、多民族や他国を呼んでいたことを挙げている。さらに、中華の意味について、柴良太郎は、同書の中で、現に、中国人は、自らを家人という、文明人のことである、中華とは、宇宙唯一の文明ということであると記す。中華思想の概念図、花と恵比寿の関係は、地の中心に立つ天使が、天のエネルギーを一心に受け止め、 そのエネルギーが天使の体から方形を成す地の四方に向けて、同心方形を描きつつ水平拡散し、エネルギーの及ぶ範囲が花イコール文明の葉みきで、その限界の形は方形となる。エネルギーが尽きるところから外法がエビスイコール野蛮となり、中国ではこのような天地相応観念に基づいて天園地方の地方を花とエビスに分けてきた。 中国人の考える中華思想では、自分たちが世界の中心であり、離れたところの人間は愚かで、服も着用しなかったり獣の皮だったりし、秩序もないということから、四方の異民族について、C という別称をつけた。中華世界では、C は、偏僻な場所に住んでいるために、中華文明の影響と恩恵を受けていない、加害の民であり、いずれ、 中華文明に強化されることによって、やがて文明化されていくとされ、中華世界では、この、加害の民を強化して、中華文明の世界へ導くことが、中華世界の責務であるとされた。特に、中華文明を代表する、天使としての皇帝は、自らの徳をもって、周辺諸民族を強化して文明へと導くと、考えられた。民が教育によって、死となりうるように、 C の概念は、固定的なものではなく文化の発展とともに移動する、変動的な概念であり、孟子はこれを、夏をもって、エビスを変ずると述べている。そのため、この範囲は時代により異なる上、これらが別称かどうか議論がある。例えば、東医については申しに、古代の聖王神は、東医の人であるという説があり、また人の同類とされ、宗族が神で、君子不老の国とされており、 別称かどうか議論がある。別称ではないという主張も存在し、外国宛ての文書に相手国を遠いと記して別称であるか、そうでないか問題になったこともあるという。遺的とする国家、民族、人物に対して良い意味ではない漢字を当てる場合もあり、例として、もうこの、もう、ぬる鉢に対し、明王朝が、八つ事故赤と、八つの字を当てたものが挙げられる。 現代中国、台湾、日本などでは、これらの言葉は、カモ南ンカレー南蛮等で名前を残す以外、ほとんど死語となっているが、学術的には使われ続けている。中華という名称は、花夏という古代名称から転じてきたものとも言われる。古代中国の古称は夏、花、あるいは、花かと言われていた。花は、華やか、夏は、盛んのいで、 中国人が自国を誇っていった語であった。そこから文化の明けた地、地都を意味した。満州族が支配層であった清朝を打倒するために、中華民族ナショナリズムを構築した、昌平林は以下の通り、花夏を国土の名称、地名でもあり、種族の名称でもあると解説している。我が国の民族は古く、要両二州の地に居住していた。 東南が、カインで、東北が火よう、すなわち、火山をもって、限界を定め、その国土の名を、花と曰く。その後、人石の至るところ九州に、変気、花の名、初めて広がる。花は本来国の名であって、種族の豪ではなかった。夏という名は、実は、夏水によって至るものなり、陽と涼のサイルにあり、水によって、族を名付けたもので。 広国の号に切らず、関家の建国は、関中に受け封された時に始まる。夏水においては同地であり、歌謡においては同州となるゆえ、通称として用いるようになった。本名ともうまく符号している。従い、花というのも、夏というのも、関というのも、そのうちどの一つの名を挙げても、互いに三つの意味を兼ねている。関という名をもって、族を表している。 とまた、中国の辞典、次回も中華が民族の名称だけでなく、地理的国土的な名称を指すことについて、漢民族の発祥地が黄河流域で、国とも黄河の南北に建てたので、そこが国の中央となり、中原や中国と呼んだ都市。 中国も、バンイエービス、敵の移民族とは内と外の関係、地域のちこちを表すために用いられたとする。中華と異敵の春別を理論的に説いた文献のうち、現在確認できる最古のものは、春秋である。春秋においては、宗書の霊学を制度化し、異敵起源の文化要素を排除すべきことを主張したと、される。に、春秋学が理論化される過程で、中華思想も、 死のようなくくりが生まれ、理論化されていった。戦国末期の順史は、十家の理想国家である将や州の改秩序について、中原の王者が治めた地を中心に、機内、機外、公、守る、万、エビス、エビス、敵の順に五百里ごとの距離を取った、同心炎上の構造であり、遠近に応じて、それぞれにふさわしい制度で起伏したと説明した。真の皇帝の王は、 全館において、遺敵を王に作法していた慣習を改秩序の観点から改め、郷土や高栗の王を王に降格せしめようとしたが、これらの諸国の離反を招いてしまった。精神滅亡後、いわゆる五個といわれる北方移民族が中国本土に侵入して、相次いで国を建て、混血が進んだことから、中華思想を超え、中華と遺敵も平等だという仏教に基づく、 エビス花ドイ一という思想も誕生した。隋の妖代や唐の体操は中華と遺敵の融合政策をとり、唐の体操は630年3月、中華皇帝に加えて C の族長たちに推薦された形で、ハーンの位にも即位している。隋唐時代には西域を主とする異国文化を珍重し、また外国人が宮廷で登用されることも珍しくなかった。ところが、 唐が滅び古代十国を経て、宋になると、関東以来の不正に対する批判が始まり、人士や徳を身につけ、人格を高める、必要性が説かれる。儒学文献の軸の解釈を中心として、この世界を司る天理の解明を追求し始めた。加えて、宋は唐が支配していた、北方民族を支配できなくなり、北方では、量や金といった、 北方民族が征服王朝を建国した。南方の僧は北方の王朝に見下され、毎年多額の贈与金を支払う実質的な従属国家に過ぎなくなった。これは漢民族にとって極めて屈辱的なことであり、その負け惜しみから儒学の中で同学と呼ばれる新しい学問が始まり、僧学では会の序が強調され、自国、僧こそ中華であり、 敵対する量や金は遺敵だと主張した。芝光が編纂した史実岩においても、午後16国以降における開秩序が強調された。恵比寿である満州人が元を継承し作り上げ、中華圏を支配した大深国、ラテン文字転写、デイシンググルン、カタカナ転写、ダイチングルンでは、漢人の王朝とは異なっていた。清は満州人、モンゴル人、 漢人、チベット、イスラムの同訓連合であった。真の皇帝は、満州人にとっては8期を引き、自らも上3期の旗王である部族長会議の議長、休民寮では明王朝を継承する中華天使、モンゴルにとっては、チンギスハーン以来の大ハーであり、チベットでは、仏教の最高聖主であり、文殊菩薩の化身とされ、東トルキスタンでは、異教徒でありながら、 イスラムの保護者であり、様々な人々に対し様々な顔を持ちながら、統合していた。儒教も仏教もイスラムも単独で絶対視せず、支配地域それぞれの世界観に基づく、王建造と秩序論を踏まえ、共通する価値を拾い上げながら、しかも個別の世界観とは、一定程度の距離を置いて統治し、それぞれの文化圏の接触を厳しく制限した。中華圏では、 中華皇帝として振る舞い、満州人を遺敵として反抗しようとする漢字にどのように対するかが課題となった。妖精帝は大義革命録で古代の西王である春や周の文王の羊が恵比寿であったことを例に挙げて、羊ではなく徳の有無が重要とし、中華支配を正当化した。政策としても、弁髪などの古族の強制や阪神勢力の鎮圧と、 並行して、家挙の存続や、かつて阪神運動の中心となった者たちに、民主の編纂をさせるなど、中華の文化を尊重して、肝心知識人に対し名誉と利権に預かる道を、開く怪獣政策を行い成長への移的死を、減らしていた。ただし、肝心の家挙官僚が政治を担えたのは、休民僚だけである。また北方から来たロシアとは対等な、 ネルチンスク条約を締結しているが、権利予定の時代に中華として南方経由できたイギリスとの対等外交を拒絶した。その後に遺敵とみなしていた西洋列強に領地や作報国を侵食され、それに対し中大西洋によるヨ務運動で対抗しようとしたが、実質的には、関土有力者が自身が保有する私軍の装備の強化を行っているに過ぎず、 日清戦争で敗れた後、制度、思想上無近代化の必要に迫られ、開秩序は後退するが、清朝の弱体化と革命思想の流入などにより、漢民族のナショナリズムとしての中華思想はむしろ増大し、侵害革命につながった。露人は中華思想に染まって、現実を見ようとしない人々を痛烈に批判し、強人日記、秋晴殿などを記して、 中華思想からの覚醒を呼びかけた。なお、真の感化については議論がある。新し清志は1990年代半ばに始まる歴史学的傾向であり、清志王朝の満州人王朝としての性質を強調している。以前の歴史観では中国の歴史家を中心に漢人の力を強調し、清志は中華王朝として満州人と漢人が同化したこと、つまり、 感化が大きな役割を果たしたとされていた。しかし1980年代から1990年代初頭にかけて日本やアメリカの学者たちは満州語やモンゴル語、チベット語やロシア語等の漢字文献以外の文献と実地研究を重視し、満州人は満州語や伝統である記者を保ち、それぞれの地域で異なった体制で統治していたため、 長期的支配が行えたとし、中華王朝よりも中央ユーラシア的な体制を強調している。満州人の母語は、ある体系言語である満州語であったこと、広大な領域を有した領土の4分の3が悲観事件であったことなど、新朝は、旗た、漢以来の中国王朝の伝統を引き継ぐ最後の中華王朝であるという一般に留伏している視点は、正確ではないとしており、 中華王朝という意味の中国はあくまで真の一部であり清氏は中国ではないとしている。中国国内では、新進氏の学術的成果は認められつつあるものの、勘化を否定する主張については反対が根強くある。2016年においても、劉富美法が内陸は寿司赤的、新進子研究で、新進氏は内陸アジアという地理的、 文化的概念を政治的概念に置き換えたことにより、中国の多民族的国家の正当性を批判しているとしていることからも、現在の中国においては新進士の学術的価値は認められつつも、その主張には依然として反対する流れに変化はないようである。小平林、孫文、両慶長らは、漢民族のナショナリズムを原動力として、成長を倒し、九百十二年に、 中華民国を建国し、中華を正式な国名に使用した。この国語の定義は孫文によるものであり、中国同盟会の制止、回復中華が挙げられている。しかし、日本の中心大使伊集院美基地は、立憲君主制国家の成立を目指していたため、共和政体に不満を持っており、日本国内において中華民国の国語を用いず、欧米のチャイナの用法に従って、 シナ共和国と呼称するように愚信した。この意見は閣議決定によって承認され、日本側は外交文書にシナ共和国の国語を用い、中華民国政府側はこれに反発するという動きが続いていた。日本の知識人には中華がかつての中華思想に基づくものであるとみて強い反発を持つ者も,も少なくなかった。1930年に 中華民国側の要請が盛り上がった際にも長尾霞は移住院の意図が中華民国と呼べば世界の中心の国として認めることとなり日本をその付属国としてしまうものであったからだと分析しているこのため日本国内において中華民国という国語を呼ぶ動きには反対も多く見られたしかしし原基重郎外相は中国国民の感情などにも配慮し 外交文書上での正式国語は中華民国と呼ぶ方針を決定した。この決定は、し原の軟弱外交の証拠であるとして、批判の対象となった。新末に国民国家思想と中華思想が合わさった中華民族という考えが、両慶長らにより提唱され、中華民国でも成長を継承するとして、新朝領土と共に成長を構成した満州人。 モンゴル人、ウイグル人、チベット人も中華民族とするとしたが、中華民国の創始権を認めず、新末民国初期にかけて独立したモンゴルやチベットには拒絶されており、ウイグルも後に東トルキスタン共和国として独立を試みたが頓挫している。1949年、毛沢東らは中華人民共和国を建国し、中華民国に続いて中華を正式な国名に使用した。 韓民族以外の民族も合わせて中華民族とし、実質的には民族浄化ともいえる韓民族との同化政策を進めており、もともとは政治的共同体であった東トルキスタンやチベットなどでは反発も起きている。中華思想は儒教とともに中華圏の周りの東アジア諸国に分有され、自らも中華王朝と並び立つもしくは次する文明国で、 中華の一役を成すものとみなす小中華思想を持ち、中華王朝に進化の礼を取ったり、その国自体が中華となり、周辺諸民族を遺敵とする中華思想共有権といえるものが形成される。それと同時に思想の内容が形外化したり、中華思想自体を否定する動きも見られた。古代には中華王朝である漢から、漢や圧国王院、魏から、 親際王印を与えられ、和の御王が徴降したことが伝えられるが、飛鳥時代には隋に対し、日出書天使松室書尾没書天使無用云々という国書を渡したように、中華帝国に対し対等の関係を表明して、独立を宣言している。儒教も仏教と同時期に伝来しているが、仏教の普及に力が入れられ儒教が国家の思想とされることはなかった。 エビス政党に再始任命された聖衣将軍は太平洋側を攻め、日本海側を攻める将軍は政敵将軍、九州へ向かう将軍は聖聖将軍と呼び、中華思想の真意を当てはめたとされている。しかし次第に太平洋側以外への政党も聖衣大将軍が行うようになった。鎌倉時代以降は聖衣大将軍は武士の統領であり、 実質的な最高権力者でもある幕府の長の称号として用いられ、異民族政党の長という意味合いは形外化した。しかし、江戸幕府末期に高揚した尊王上位思想により、聖威対将軍なのに敵である西洋諸国を政党していないという論争も起こっている。江戸時代に入り、朱子学が江戸幕府に官学として取り入れられ、政治に反映されるようになった。 しかし家去が存在しなかったこともあり、朝廷役下、朝人などの武家社会以外は思想統制を受けなかったため国全体のイデオロギーにはなり得ず、中華式に唐と一文字の姓を名乗り、民の感服を着ていた藤原聖華のような例外は除き主従関係や道徳面が重要視され、開秩序は重要視されなかったが、学問の先達として中華王朝に対する尊敬の念は残った。 民が異民族王朝の清に支配されると、日本の朱子学者の一部、林羅山などは、日本の天皇家は中華政党王朝である周王朝の文家である暮れの大白の子孫であるから、日本こそは中華であると主張し始めた。さらに、民の維新の一部は清に仕えることを潔しとせず抵抗もしくは亡命し、そのうちの一人である、朱春水は、遺敵によって収められている。 現在の中国はもはや中国でなく、亡命先の日本こそが中華であると述べた。日本の江戸時代の儒学者、山賀祖皇は、著書、中朝事実の中で、日本ではすでに浸透という政教が広まっており、もし成人の道が行われていることが中華であることの、理由ならば、日本こそが中華であるという主張をした。また、国学者、本織の長は、歴史書、 魚介外宇浮山文、玉勝馬などの著作において、まずから心を清く覗き去るべしと儒教などの中華的精神をはじめとした外来思想の排除の必要性を強く主張し、文化名や政治、外交面において日本人として自立した価値観を持つことを訴えている。これらが後に、ミト学や平手派国学へも思想的影響を与え、 幕末の尊王上夷論に結びつくこととなる。明治維新後は、朱子学教育を受けた下級武士階級が政権を担ったこともあり、西洋のキリスト教社会に対抗するために、朱子学的な道徳が広められ、太平洋戦争中に天皇を現人心として、崇め立て祭り、軍部が廃色濃厚になるや、新州不滅を唱えるに至ったのは、 主史学に基づく中華思想に影響されたものであるという。朝鮮の歴史においては、中国と直接国境を接しているため安全保障の背景から皇帝に対し進化の例を取り、国内の敵対国との構想に有利な立場を得たり儒教及びそれに伴う会館を受容し、中華に同化することで自国の格上げを図る道を選択するなど、自らも中国と共に、 中華を形成する一部とみなそうとした。ベトナムの歴史においては、自国と中国を南国と、北国、自国人と中国人を南人と、北人と呼んで対比資料者の対等性の主張が、しばしば行われた。大越式前書に代表される、ベトナム王朝の聖誌には中国への貢ぎ物の,の、新帝や中国からの作法の事実を記しているが、徴工誌の派遣については、そうにごとく、 清史にごとくなどと書かれ対等の外交関係とみなしている。1010 10年に李光治がハノイに剣としたことを賞賛する中で、ハノイが地の利を得たことの効果として、李氏が僧に抵抗し、戦場を平らげることができ、その後の歴代帝王も中国に航行できたことを強調した。1285年の現行の記録には、陳平仲が元軍に捕獲され、 王爵をもって幸福を勧告されたのに対し、むしろ南の王に,になろうとも、北の王にはなるまいぞと呼んで元人に殺害された、ことや1370年に即位した、陳朝の芸衆が先、朝日礼の国政が、そうのそれに従わなかったのは、南北各々の、その国に帝たるがゆえんであるとして、衣福学賞などを北族に合わせることを拒否した。 1329年頃に成立した国家祭祀を受けた神々の自席衆、古史治幽霊衆においても、李朝の神宗の時に来信した僧兵に対して年を銀ずるのが聞こえたとされ、南国の三河には南の帝がいるという一句が北国や北の帝との対比を暗示している。霊朝で儒教の霊性と下挙官僚性を基礎とする国家体制の確立を見る中、 中国を北国都市それに対する自らを南国とする国会意識が形成され中国世界からの自立外とされた。民軍撤退後の1428年、霊長を建国した始むりの命により呪者の言が先日した大落れ大公においてという一説を見るようにベトナムは文献の国であって遺敵の地ではなくシリア領域は中国とは異なり、 風俗も南と北では異なる。これは中国世界からの自立宣言に等しいものとされる。合わせて、自公、文明人、周辺の異民族を遺敵とする中華思想が展開された。この、教人が今日のベトナムの多数民族である、金属の名称の起源である。しかしカワンを拠点とし定し政権に抵抗していた、幕義高が1677年帝軍に追われ、 中国領鎮安州を内地鎮安州と表記したり、ベトナムの呪者の一人、はじむき厚氏が北部の帝氏が南方の広南、元首を倒したことを述べた、なで偏雑録において中国を上国と呼ぶなど朝鮮と同様時代主義の一面を隠しきれない難点もあった。ベトナムはカンボジアやラオスのような小国を皇帝の徳の及ぶ反賊国とみなし、 シャムなどの大国とは対等な外交を意味する国交関係を維持した。19世紀の現状では中国との関係も国内では朝考ではなく対等の国交だとしていた。また現状の明帝大のカンボジア経営では行政単位や官職をベトナム式にし仏寺を破壊して儒教の病を立てるなどの同化政策をとった。この意識は フランス植民地支配下においても存続し、1920年代までのベトナム人のインドシナに対する認識には、中華であるベトナムから見て、他民族を万位の経営という枠組みで、産地民族を組織化しようとした、半ダ玉のような改革派から、ベトナム人の優先説を解く改良派まであった。1930年代までのインドシナ共産党の文献でも、 ベトナム民族という場合には金属のみを指しており、この点はナショナリストと共産党の間に大差はなかった。40年代初期の路線ではベトナムという枠組みは金属を格としつつ、その他の少数民族を包摂した枠組みとなった。ベトナムの南北分断がもたらした北ベトナムの中国依存の構図は中国からの離脱という近代ナショナリズムの源流から生まれた。 共産主義者たちを再び中国に引き戻し、毛沢東思想はベトナム労働党の陶器役において普遍モデルとして授与されるに至ったが、その後の中国の文化大革命後の混乱と60年代からのベトナムモデルの提唱、そしてベトナム戦争の激化はベトナム思想をナショナルなものに変えた。中国歴代王朝の侵略に対抗し、金属を中心とし、 周辺民族が結集したベトナム国民が極めて早期に形成されたとされ、ベトナムが中国文明の影響を受けて発展したという側面は完全に否定され、4000年の愛国主義の伝統がベトナム革命の推進力であるという考えが1970年刊行の党の精死に記された。このような金属を中心とし、 周辺民族を結合していこうという傾向は、南北統一後には中国系住民をめぐる問題となり、ボートピープルなどの悲劇を生むことになる。総額の主張を要約すると、異民族を打ち払え、王をおもんじいよであるが、もともと儒教に、この思想はなかったとされる。芝良太郎は著書、この国の形の中で儒教では、血族の中体を論理化し、かつ、 役人の教えを解いたもので、その思想には、本来、尊王や忠君という要素はなかった。そこに、総学派の孫大山が、春秋の中からそういう言葉を探し出して、春秋尊王発尾という本を表した。要するに、自分の思想の転居を古語に求めただけで、孫服の独創に近いものだったし、尊王という熟語も、彼によって初めて用いられたもので、その思想に本来、 尊王や忠君はなかったとしている。このことについて、芝良太郎は、同社の中で、面の儒教とは、民衆の中に溶け込んだ功を中心とする血族的な宗教意識を言う。ここから、祭祀や奏霊の仕方や、同性不婚といった儀礼や、近畿なども生まれる。それら儒教の一切のシステムぐるみを入れたとすれば、日本は中国社会にそのものになっていたに違いない。 結局、日本における儒教は多分に学問つまりは書物であって民衆を飼いならす能力を持つ普遍的思想として展開することなく終わったと書き述べている。また、日本人が儒教化しなかった最大の要因として、芝良太郎は科挙の試験制度を導入しなかったことを理由に挙げている。台湾並びに香港においては中華思想への反発といえるものが起きている。 香港では大中華二川とも呼ばれる。これは中華民族が住む土地は一つの国家統治であるべきであるという考えでこれに反すると簡単となる。これに反発してできたのが香港民族主義であり香港人は一つの民族であるとする香港民族論も影響を受けている。また台湾においても中華民族主義に対する反発は台湾独立派を中心にあり 台湾の場合は中国国民党と中国共産党双方に対するものである。李登輝によれば台湾は移民国家であり民主国家である。中華民族主義に対し台湾民族主義を掲げ民族国家に戻る必要はなく民主そのものが対立軸となると主張した。蝶は日本、台湾、香港などは中国に対し距離を置いて物事を見ることができる。 辺境の思想と定義した。また、臨戦中は、国家の端に位置する沖縄、香港、台湾を、辺境東アジアとし特別なアイデンティティを持つとした。台湾独立運動の父と呼ばれる文明は、台湾民族主義の必要性を主張した。劉中隆氏は、中華民族は、政治的劣荘であるとして、諸夏主義を提唱した。また、 ノーベル平和賞受賞者の劉明ウ・アキラは著書において、台湾、香港、チベットなどの辺境地域の独立を認めるべきだと主張した。その一方、中国民主党、各あやきなどの中国分裂に反対する中国民主派も存在する。現代の中国人において、この中華思想が理解されていると自家断ずるには疑問があるとする説がある。元外交官の三宅国彦は、 現在の中国では教科書に中華思想がなく学術的に研究、交渉する専門家もいないされているとしている。その上でこれらは中国に限らずアラブ諸国などの開発途上国におおむね共通する以下のような対戦深刻劣等感の裏返しとした。世界は自分を中心に回っていると考える自分の家族、部族以外の他人は 基本的に信用しない誇り高く、メンツが潰れることを何よりも恐れる外国からの経済援助は、感謝すべきものではなく、させてやるもの、だと考える都合が悪くなると、自分はさておき、他人の陰謀に責任を転嫁するところがあろうことか、遺敵であるはずの欧州列強に、アヘン戦争で大敗してしまった。そのため、ヨウ運動が起き、とりわけ中大西洋によって、 国力回復を目指した時点では近代化の手本をヨーロッパに求めたため、そこにはあからさまに西欧を卑下する態度は見られないとする。ただしむねこうした運動は、時の支配者である満族から解放し、かつて中華思想を報じた漢族に取り戻すための滅満交換を目的としたものであり、それは現在でも国名を中華にこだわることなどに、 時の改革者によって思想は変貌しつつ、いまだに中華思想と完全に決別できていないことが認められるとする。アヘン戦争敗北から長い歳月を経っても、いまだに欧米諸国に対しては、新しい中国の国家像や国際秩序モデルを示し得ているとは言えず、この途上国共通の劣等意識こそが根底にあるのではと論じている。ありがとうございます。